どうも、ケイスケです、本日はコラボの動画になります。イエーイ、ゆかでーす。え、そう、初対面なんですよね。そう、リアルでは初対面なんですけど、そうですよ。今会ってから多分まだ3時間ぐらいなんですけど、はい、ゆかさんが FX30 を買われたと思うんです。はい、はい、いうことで、この前に北村に行って、そうなんです、それ私の方のチャンネルで、はい、あ、そうですね、 Vlog 風に撮っていただいてるんですが、上がってるんで、はい、私がボディだけを買ってレンズがないっていうことでケイスケさんに選ぶのを手伝っていただきました。はい、ありがとうございます。無事いいものが購入できたと。いや、そうですね、はい、なかなかいいチョイスだったかなと思いますので、まあ、ぜひね、ゆかさんのその動画も見てほしいんですが、まあ、せっかくね、お会いできたということで、これなんですけど、カメラバッグの中身みたいなのをちょっと拝見したいなと、はい、思っております。一応なんか自己紹介的なのってのがあります。そうですね、大石ゆかと申します。今ニューヨークに住んでいて、テック系 YouTuber 的な感じでガジェット紹介とか、まあ、ソフトもハードも好きなので、うんうん、そうですね、紹介するようなチャンネルをやっております。カメラも好きですいや、そうですよね、結構ジャンル幅広いですよね。そうですね、なんか本当好きなものばっかり。確かに確かに。やってるんで、なんかアップルのことやってたりとか、はい、それこそノーションとかもやってらっしゃいましたね。あ、そうですね、ノーションもやってますね。そうですよね、とかもそうだし、カメラもやってたりとか、うん、まあ多分後で出てくるのかどうかわかんないですけど、メインではキャノンとか使われたんでしたっけ。そうです、今、でもほとんどね、今最近の私の動画はブラックマジックのポケットシネマカメラ 6K で撮ってるんですけど、まあ、キャノンのレンズ使ってたりするので、はいはいはい、レンズはキャノンでこうキャノンのボディとこう使えるようにそのセットアップに、はい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 、なるほど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 。いや、なかなかこうブラックマジック使ってる人もいないと思うんで。そうですよね、はい、なかなかあんまいないと思う。それ完全に固定しちゃってるんで、どこそこあまりこう Vlog って感じでは使ってなくて、うん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 、ってな感じです。了解です、まあ、っていうゆかさんの今回はカメラバッグの中身をちょっと覗かせていただこうと思いますので、はい、ぜひ最後まで見ててください。それでは行ってみましょう。じゃあよろしくお願いします。ということで、まずバッグからなんですけど、めちゃくちゃすげえあれでしたけど、はい、バッグ、はい、バッグからよろしくお願いします。どこのバッグですか。こちらブレビテって呼ぶと思うんですけど、はい、初めて僕かもしれない。可愛い、ちょっと小さめのブランドでなんかニューヨーク、多分ブルックリンで作ってて、へ、しかもなんかアジア系のアメリカ人の方のなんか3人組みたいな、へ、友達で作ってる系のやつなんで。ああ、そうなんだ。ブルビジネスでちょっと応援したいなと思ったりして、でも元々は多分インスタ広告とかで知ったんですけど、はい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 、こんなラックです。で、まあ、サイズ感も結構小さめで、素材もなんかあんまテカテカしすぎて、はい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 、カジュアル感あるですね。そうそうそう、普通に持っててもいいかなっていう感じなんですけど、確かに実はカメラバッグとしてもすごく優秀で、はい、ここにですね1個ポケットがあって、ここ開くともこれカメラキューブが入って、はぁ、なるほど、開けっぱなしにいつもしちゃってるんですけど、パッて開くとカメラキューブがあって、でこれも取り除けるんですよ。ああ、そうなんだ。そうで、この横からもアクセスがあるので、はい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 、はい、結構カメラバッグとして普通に使える。ああ、なるほどなるほど、キューブを開ければ、はい、ここからカメラ出したい人はね、なるほどなるほど、ここからもバッて出せるので、なんかあんまり見た目はカメラバッグっぽくないんだけど、結構機能としてはカメラバッグがとして、はい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 、気に入って。いいっすね、いいっすね、めちゃくちゃいいっすね。そうで、あとはじゃあここのカメラ本題からいきますと、はい、本題から、こちらがオニューのオニューセットなんですけれども、 FX30、 そして新品のタムロン1120、はい、の、F2.3、 あ、 2.8 ですね、です、 2.8 を、はい、先ほど買ってカメラもいつも使ってるような感じでセットアップしてみました、はい、今回の日本ではもうそのカメラオンリーですか、ほぼ。今後はちょっとこれをメインで使っていこうかなと思って今までは iPhone で撮ってきてたんですけど、ちょっとここから今日からいいですね、いいですね、今日以降は FX30 Vlog になるかなと思います。いいですね、いいですね。いや、めちゃめちゃいいセットアップそうな感じがします。なんかすごくコンパクトで、うんうんうん、まあ、このままこうやって持っちゃってもいいし、確かに確かに、で内蔵マイクでもいいんだけど、ちょっと気合い入れるときはそうですね、そうですね、とか、あとはこっちにロー、あー、はいはいはい、ワイヤレス GO、 ワイヤレス GO1 世代目なんですけど、はい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 、これがあるので、なんかちょっと
人混みの中で喋んなきゃいけないとかあったらこういうのがあるとあのピンマイクでねいいかなっていう。確かに便利ですね。これ持ってきました。まあ、これがあればまあ全然人混みでもいけますね。はい。あとは何が入っているかな。これ全然大したことない普通の SD カードケースなんですけど、はい、そこ自分のデザインした、はいはいはい、貼っていいですね。インターネットフェンスフォーエバーですけど、あ、インターネットでできた友達は一生ものだよねみたいな。いやいいですねいいですね感じなのでちょっとこういうのを貼ってたりします。はい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 、ありがとうございます。ケーブル類でレクサーティの充電器と MacBook Pro 用のはい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 、ちょっと入れました。いいですね、シンプルでいいですね。はい、これこんなもんです。このストラップってなんか僕初めて見たんですけど、はい、あ、ですか。これディスパッチっていうブランドのもので、はい、はいはいはい、多分サンフランシスコのブランドだと思うんですけど、そうなんだ。東京にももしかしたら店舗があるかもしれない。いや確かになんかこの編み方見たことあるような気がするんですよね。これでここが外れるようになってな。あ、そう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 、これ結構便利でカチッと、はい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 、で、まあなんか三脚につけたりするときは外してみる。確かに確かに、赤が床さんからなんですね。ね、なんかなんやかんやちょっと差し色が赤結構好きかもしれない。確かに確かに、可愛いっすよ ね。ありがとうございます、はい、じゃあカメラとマイクはそんな感じですね。こんな感じで、いやでも新カメラっていうのがまたいいっすね。お乳カメラが、お乳カメラなのですっぽりなんか変な角度だけ入っております全然サイドアクセスを無視してるところがまたいいですね。サイドアクセス完全無視しました。もうちょっとこう工夫の余地がありますね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれはちょっと一旦ケイスケの動画。これは結構普通なんですけど、はいはいはい、ごちゃごちゃしたものが入ってますが、あ、これとかは、iPhone Vlog 用のマイク、へぇウランジっていうの。あ、はいはいはい、ウランジ、ウランジ、どうなんだ。はい、これライトニングにつくんですよ。はい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 、でこっちをライトニングにつけて、これはもう完全にピンマイク。あ、ピンマイクですか。そうです。すごい2個あるので、まあ、今日とか使ってもよかったですけど。確かに確かに、使わず普通にやっちゃいましたが、はいはいはい、マイクで。あ、便利ですね、そんなのあるんだ。そうなんですよ、あの AirPods みたいな。はい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 、ここでもう全部 USB-C で。へー、あ、いいっすねいいっすね。とても良いです。めちゃくちゃいいなそれ。あとは、これなんすか。これ AirPods か。これ AirPods なんですかわいい。これは BTS の実は、あ、そうなんすね。グッズなんです。へぇ、ほんと。ゆかさんは BTS 好きなので。そうなんです、 AirPods Pro 2なんですけど、あー、頭がこのケースに入れるとめちゃくちゃかさばるんですが、いや、ほんとっすね、可愛さ重視、うん、せっかくの小ささを無視しているが、可愛さ重視いや、いいですね、いいですねありがとうございます。これそんな使ってないんですけど、なんだこれ、たまに便利な飛行機のラグにつけて、はいはいはい、ヘッドホンジャック使って、あ、そうなんだ。のがちょっといつも入ってるので、はい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 、思い出したらたまに使います。なるほどですね。あ、 SD カードリーダーですか。 SD カードリーダーもあるし、マイクロ SD もあるし、緊急用ですね両面つけるのでも便利ですね。そうですね、ここはそんな感じ。結構ポッケ多いですね。ポッケとかコンパートメントというか、実はここもあるので、ほう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 、ちょっとパスポートとか、ああ、なるほどなるほど、ここに入れた方がちょっと安全かな。確かに確かに、っていうのとか、あとこっちにはですね、私の必殺、わ、これ便利そうでした、めちゃめちゃ最強 Vlog、 iPhone Vlog する人にめちゃくちゃおすすめなんですけど、モーメントのマグセーフスタンドと、はい、マンフロットのピクシーこれがですね、こうやって、いや、いいっすね、これ便利だな、つくんですよ、これ便利だ、これでもうこうやってすぐ取れるので、はい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 、でも終わったらパッて取って、いや、いいっすね、いいっすね、これはめちゃくちゃおすすめなんですが、確かに便利、ちょっと日本で買うとちょっと高いので、へえ、お友達と一緒に個人輸入するのがなるほどなるほど、送料かかりますもんね、量かかったり、なんかちょっと日本のアマゾンでも一応あるんですけど、なんか倍ぐらいの値段になったりするので、ちょっと本家を見ていただいて探していただくのがいいかなと思います。わかりました、ありがとうございます、はい、あとは財布が入っているんですが、ここがですね、ジッパーがついていて、そこが取れるんですよ。あ、なるほど、キューブがここにあって、はいはいはい、キューブを取り除いてしまったら、まあ、このままこうやってジッパーやってこう2段階にすることもできるし、これなくしちゃって完全に、なるほど、1段にすることもできる、カメラバッグじゃなくて普通に荷物とかバーって入れて、はい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 、なんか1泊とか2泊とかあったり、あ、いいっすね、いいっすね、感じになったりするし、実はここに MacBook も入る、あ、ほんとだ、結構機能的っすね。そうなんですよ、
これ16っすか。 14か。 M1 Max。 はい、いいっすね。これで最近は編集してます。確かに M1 Max の14インチまであればもう困んないっすもんね、マジで編集。ちょっと今でもこれだけで編集すると画面がえちょっと小さい。あ、ちっちゃいのか。なるほどなるほど、確かに確かに。ダヴィンチとかだとそうかもしれないですね。そうなんですよね。なんですけど、まあ16インチも結構でかいのでね。うん、確かに確かに。結局私もめっちゃ迷って14にしたので、はいはいはい、まあ悔いはないんですけど。トレードオフってところですよね。そうなんです。これ16インチも入るかもしれないですが、結構パツパツに、うんうん、入んないかな。確かにサイズ感はちょうどいい感じですね、今。14ですごいぴったりかもしれないので、まあ、こっちにしてよかったかな。はいはいはい。ってな感じです。ありがとうございます。はい、じゃあこんなもんすかね、全体は。あとはここに、あ、あれかな、そこ三脚入れるんですかね。へぇ、ここに、はい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 、ブランケットとか、うーん、あ、いいっすねいいっすね、便利便利。あとここにも三脚入れようと思ったら入れると思う。はい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 、確かに確かに。こうやって、あ、いいっすねいいっすね。ペットボトルとかも入れるっすもんね。ペットボトルも入れられるし、ここは伸びるけどここは伸びないとか。うーん、おー、すごい機能的だ。そうなんです。なんか私このバッグの通販の人みたいになっていやそう全然的なバッグ紹介になりましたけど私のカバンの中身はこんな感じです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ケイスケの動画、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。え、結構ゆかさんのスタイル的にはやっぱ基本 Vlog が多いですか。動画のスタイルっていうのは結構家でなんか解説じゃないですけど、説明してる系も多いんですけど、Vlog も撮るのすごい好きなので、あの挟みつつっていう感じで、旅行行ったりとか、なんかイベント行ったりとかするときに Vlog してます。なるほどなるほどなるほど。かなりじゃあ最適化された、やっぱコンパクトながら結構なんですかね、必要最低限のも入れてるっていうイメージがあって。そうですね、理想的。あんまりレンズ複数持ち歩いたりとかちょっとしないのでコンパクト重視ですね。いや、でもそのぐらいがいいっすよね。あの、やっぱり疲れちゃうので、うん、疲れすぎて撮らなくなるよりは確かにコンパクトで、うん、行った方が私は向いているので。確かに確かに。潔く iPhone 使ってるのもいいっすね。あ、そうです。最近はもう iPhone がすごすぎていや、わかりますわかります、ね、iPhone 結構使ってるんですけど、はいはいはい、iPhone 30もゲットしたことなので、うん、もうちょっとあの iPhone だけじゃなくてちょっとちゃんとカメラにも戻ってこようかなという感じで、はい、はい、ありがとうございます。これ言うの忘れた。これなんですか。これはあのストラップにキャップをここに挟んでおけるやつがあって、58ミリだけなんですけど。スピーキーめちゃめちゃ。あ、でもだからその他にもあるってことですよね。他にもここあるってことだな。いや、付け替えられないと思います。58ミリオンリー。そうなぜか。オンリーなの。え、これせ、これこれのってことですか。そう、ついてた。謎機能が。あれ、私今日買ったの58ではないっけ。じゃないですね。じゃダメだ。67です。ちっちゃいですよね。ちっちゃいですね。そう、なぜか。そうなの。マイクロフォーサーズ向きなのかよくわかんないけど。はい。てな感じで、今回はゆかさんの、まあ、カバンの中身を紹介していただきました、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まあ、あの、ゆかさんの方でもコラボ動画上がっておりますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。はい。よろしくお願いします。なんか言いたいことありますか？なんだろう。突然。いや、そうですよね。突然。毎回突然振っちゃうの。大丈夫です。はい。はい。はい、ということで今回もありがとうございました。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。